万全を期して決戦に備える現地時間5月28日に今年7月10日に母国内でのノンタイトルマッチに臨むことを正式発表したボクシング世界スーパーバンタム級の IBF&WBO 世界スーパーバンタム級1位に立つサムグッドマン。ボーシューだというのも、グッドマンは今年5月6日に東京ドームで行われた世界スーパーバンタム級4団体統一王者、井上尚弥。 大橋ノルイス・ネリ、メキシコとの防衛戦後にリングイン。勝者となったモンスターから交渉を進めると言葉を向けられ、試合をやろう。あんたはベルトを返上するか俺と戦うかだとこう。このやり取りから両陣営の交渉が具体的に進んでいたのは明らかだった。しかし両陣営の交渉は直後に停滞。 9月開催を望む井上陣営に対して、ブッドマン側は12月開催という姿勢を崩さなかったのである。結局、3月に試合を実施していた25歳は7月に WBC 同級8位のチャイノイ・オラウト、タイとの調整試合実施を正式に決定。井上戦開催の延期も決まった。挑戦者が王者の求めに応じないのは、まさに異例の展開。 それだけにグッドマンの姿勢は日本でも小さくない波紋を広げたわけだが、同陣営はあくまで井上に勝つために必要な決定という意向を崩さない。グッドマンのプロモートを行っている合工業大手、ノーリミットボクシング、野上二郎寿司は、28日開かれた記者会見で、非常に厳しい戦いになる、ととろさらに司会から、明らかに井上との試合は歓迎されていた。それでも彼、 グッドマンはこの試合を選んだ。それはどういう意味があるのかと問われ、こう切り返している。もちろん大きなリスクがある決断だ。しかし、私はサムを尊重する。そして何より彼をよく知っているのは彼自身と彼のチームだ。我々はギャンブルが好きな国民だが、サム・グッドマンのようにかけられる男は少ないだろう。オラウトに負ければ、井上への挑戦権を失いかねない。 故に、すべてをかけることになると強調するローズ氏は、根本的な問題として、サムはこの試合をするべきではないのでは。グッドマンのチームを説得した。という問いに表情を少しこわばらせつつ、先延ばしの正当性を訴えている。私はリスクを取ろうという選手が大好きなんだ。ファンのためにショーをやろうという選手がね。サム・グッドマンがやっていることはまさにそれだ。 彼はここ、オーストラリアにでかい試合を持ち込んでいる。オーストラリアで試合を組むことはどんどんと難しくなってきている。そういう意味でもこの試合、ウォラウト戦は必要だった。彼はオーストラリアでボクシング歴史を切り開いている。それに厳しい試合こそが世界最高の選手と戦うために必要なことをサムのチームは分かっている。最後に、井上を倒す準備はできているし、 分かっているよとにやっと笑ったローズ氏その表情にはひたすら余裕が漂った